夫、モーリッツ・ダフィット・ゴルトシュミットは、ドイツの作曲家、指揮者、ピアニスト。ピアノ競争曲やピアノ曲などの作品を残した。妻は、スウェーデンのナイチンゲールと呼ばれたソプラノ歌手の、ジェニー・リンド。ゴルトシュミットと結婚後のジェニー・リンドの署名。ジェニー・リンド・ゴルトシュミットとあるハンブルクのユダヤ人の、商人であったモーリッツ・ダフィット・ゴルトシュミットと、 女性権利活動家のヨハンナ・ゴルトシュミットを両親として生まれた。裕福で教養の高い両親はドイツの進歩的な改革派に属していた。母ヨハンナは優れた歌手、ピアニスト、バイオリニスト、ハーピストでもあり、音楽の才能に恵まれた彼女はゴルトシュミットら8人の子供たちに音楽教育を受けさせた。 コルトシュミットは1843年から1846年のアイダ・ライプツィヒ音楽院に在籍し、ハンス・フォン・ビューロー、フェリックス・メンデルス・ゾーン、モーリッツ・ハウプトマンの下で学んだ。また、クララ・シューマンからも個人的にレッスンを受けていた。メンデルス・ゾーンからは次のような学生証明書を受け取っている。コルトシュミット氏は喜ばしくもピアノ演奏の優れた。 才能を開花させており、またピアノでの作曲にも並ならぬ才能を示している。フェリックス・メンデルス・ゾーン。1852年2月5日、世界的に有名だったソプラノ歌手のジェニー・リンドとボストンで結婚した。妻を喜ばせるため、彼はプロテスタントに改修した。夫妻は3人の子を設けた。1858年からは、家族と共に、 ロンドンに移り、その地で1863年に、王立音楽アカデミーの教授、さらに後には、声楽課長に就いた。ロンドンでは、夫妻は、アーサー・サリバン、ルドルフ・レーマン、チャールズ・ディケンズなどが所属する、ドイツ系イギリス人の知識人のサークルに所属していた。1863年に、ウィリアム・スタンデール・ベネットと共同で、英国の合唱特本を表している。 1876年には、バッハが唱団を設立し、1886年まで率いた。同合唱団は、現在220人の活動メンバーがおり、演奏の質を維持するため3年ごとに選抜を行っている。ゴルトシミットはこの他に、幾度かデュッセルドルフのニーダーライン音楽祭で指揮をしている。1887年に、妻ジェニーに先立たれ、 彼女の伝記、ジェニー・リンドその芸術家としての童貞を1891年に表した。1907年、ロンドンで死去、77歳だった。主要作品は数曲のピアノ競奏曲、ピアノ曲、歌曲、三重奏曲である。オラトリオ、ルースでは、1870年の初演で、妻ジェニーがソプラのパートを歌い、 これが彼女の最後の講演となった。ありがとうございます。